今回はセール無料情報と最新情報を合わせてお送りする金土曜日合併号となっております。ぜひ最後まで聞いてください。それでは行ってみましょう。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみじきよチャンネルをご覧いただきありがとうございます。改めまして、週刊スチーム通信をいつもご覧の皆様、明けましておめでとうございます。はい、今年1年もよろしくお願いします。まあ、2022年はね、生放送でも言ってたんですけど、いろんな新作ゲームが出たりとか、またすでにコンシューマー版で出てる過去作が、Steam でリリースされたりとかする元年になるんじゃないかなと。もちろん今までもそういう流れはありましたけど、なんかねすごく和気が盛り上がりそうな感じがします。まあすでに2022年発売予定のゲームということで一つ動画上げさせてもらったんですけどね、元旦に。まあその流れが来るんじゃないかなと思うので非常に楽しみです。とはいえですね、まだちょっとお正月明けで、新作情報とかがないので、今回はいつもやってる金曜日土曜日の合併号で、お届けしたいなと思いますので、最後まで聞いていただければなと思います。いつもの流れプラス最新情報を後半に、持っていくので、まあもしよかったら、YouTube の、チャプター機能を、利用して、そしてその好きな項目をつまみ食いしていただければなと思います。ちょっと口が回っておりませんが、はい、早速まずはこのコーナーから行ってみましょう。はい、いつものように、主なセール情報行くんですけれども、トップページ見ても分かるようにパブリッシャーのそのウィークエンドとか目立った、セールしてないんですよね。はい、デッドセルズが新しいダウンロードコンテンツができて、まあ、ウィークエンドディールということで 50% の1240円、YouTuber's Life 2が 20% の3180円とか、まあ、主なスペシャルはここに出てるんですが、はい、こんな時に、まあ、どうするかというと、はい、自分はいつもここの左のねスペシャルのところ、ここを、クリックしていただいて、まあ、さらに閲覧しても一緒なんですけれども、はい、売上トップなんかを見ると今セールされている中で売れている作品なんかを見ることができるので、例えば、アワードを取った It Takes Two であるとか、まあ、さっき言ったデッドセル、ブレイブリーデフォルト2なんかが今売れてますよということが分かりますね。で、1週間限定セールは、ウィンターセールが終わったばかりなので、まだ81と、今週はそこまで、目立った、ものはありませんね。はい。売上トップをさらに見ていきましょうか。はい、どういうものが、売れているのか。まあ、エンドゾーンはワールドアパートなんかは 50% オフの1749円ということで、まあ、これは街づくりストラテジーサバイバルということで、注目のゲームにも、上げさせてもらいましたが、原子力災害の後の荒廃した地からスタートして、まあ、街づくりをしていくみたいな、ちょっとね変わったものですね。はい、2021年にテロリストたちが世界中の原子力発電所を爆破した出来事から150年後の地球を舞台にした街づくりシミュレーション。エンドゾーンと呼ばれる地下施設に逃げ延びた人類が再び地上で街を再興していくという、まあ、荒れ果てた地から始まってそこを、まあ、街づくりしていくというものなので、なかなかこう復興気分が味わえるというか、いいゲーム構成になっているので、一度、プレイしていただければなと思います。で、改めて、ブレイブリーデフォルト2なんかを見ていくとですね、これはスクエニの、ま、JRPG なんですが、割と王道的な、ストーリーが展開されています。そしてこれはですね、オクトパストラベラーを手掛けた開発陣による新作ということで、前評判の高かったゲームなんですね。はい、
Nintendo Switch 版リリースからわずか半年でスチームへ登場。ターンを、前借りするブレイブとターンを貯金するデフォルトを管理しながら4人のジョブおよびアビリティの組み合わせを考え戦っていくと。3作目ながら物語は独立しているためシリーズ未プレイヤーでも始めやすい作品になっているということで、ファイナルファンタジーと捉えていただければ、まあ2がついてますけど1をやらなくても、新たな世界で始めることができるのでついていけやすいかなと。でこれが今 30% オフの5236円でセールされているという感じですね。で、自分がもう一つ注目したのはこのグロー・ソング・オブ・ザ・エバートリーという505ゲームズ、ね、また後で言いますけれども、505ゲームズといえばですね、デス・ストランディング・ディレクターズ・カットを、発表したばかりの、ね、小島プロダクションの、ゲームもパブリッシングしている有名な、はい、ところなんですけれども、はい、33% の1862円。ただこれ日替わりスペシャルなんで、37時間。だから明日中かなと思っていただければいいと思うんですけれども、まあ厳密に言うと次の日の夜中までだと思うんですけど、まあ実質明日中ですかね。はい、思っていただければと思うんですが、はい、これはですね、なかなか面白い。ゲームでですね、まあ、日本語対応していますし、まあ、枯れた世界樹を再生させるため小さな世界を作って実らせ再生していくと。蘇った地上には村を建築でき、移住希望者を住まわせ交流することもできる。探索、採集、街づくりといった要素がまとめて楽しめるおすすめな良作。キャラメイクもあり、グラフィック、BGM も良質ということで、かなりベタ褒めされている。グラフィックもね、かなり綺麗な作品になっています。なんでただシミュレーションゲームじゃなくて、そういう探索系建築系の、ゲーム好きな人、そして RPG のようなちょっと冒険ファンタジー世界を冒険したい人向けの、ゲームなのかなと思いますので、こちらも今売れてますね。はい、今回の1862円という価格帯は最安値を更新しているので、はい、ぜひプレイしてみてください。やっぱデッドセルズの、はい、新たなバンドルなんかも、あって、このあたりが結構売れている感じになってますね。はいはい、こんな感じのラインナップになっています。クリステイルズなんかもね、 50% の1990円ということで、これも良質の RPG になってるんですが、はい、コマンド選択式のターン制バトルを取り入れた RPG で、ファイナルファンタジー6、ブレイブリーデフォルト、ペルソナ5といった JRPG に触発された作品ということで、これもまあ賛否両論ではあるものの、かなり、日本人におすすめかなと思います。はい、このあたりが結構今回売れているので、割とこうウィンターセール後ではありますけれども、最安値を更新したりするしているゲーム、そしてダウンロードコンテンツが出たゲームなんかが上位に来ているので、ぜひそのあたりをチェックしていただければいいんではないかなと思います。では、この中からですね、今回はこのゲームに注目してみました。はい、今回紹介するのはデッドセルズです。はい、これはフランスのゲームメーカー、モーションツインというところが、開発した、ローグバニアという、ジャンルのゲームで、このローグバニアというのはローグライクとメトロイドバニアと呼ばれるジャンルの融合と言われてるんですね。でどういうことかというと、まあ、ローグライクというと死んだら装備品なんかをロストして、また、ダンジョンの、形を変えたところからスタートする。そしてそれを何度も繰り返すことでだんだん強くなっていくというもので、メトロイドバニアはそのステージクリア型のアクションゲームというよりも探索メインの、ものっていうところなんですけれども、それがうまく融合されていて、例えば、まあ、本作を進めていくと戦闘能力には影響しない特殊な能力を得られて、壁を登ったり特定の床を踏み抜いたりできるようになるんですね。でそれによって、まあ、新たなステージ、新たな世界観の、ところに行けるようになる。そして、だんだん強くなっていくというものなので、まあ、かなり
特殊なんですけれども、もう何度も遊びたくなるような、そのような絵作りがされているのが特徴かなと思います。で、まあなんといってもね、グラフィック、このドット絵で本当これどもかというぐらいのエフェクト、そして背景の作り込み、それがかなり、綺麗でですね、まあ、何度も遊びたくなるのはそういうグラフィックの綺麗さ、そして BGM の良さっていうのもあるんではないかなと思います。で、武器は、左下にあるように、近接そして遠距離武器、2装備選べる。そして右の2つはですね、スキルで、特殊スキルを、選ぶことで、まあ、一応4つの攻撃を切り替えながら戦うことができる。ただ設置型の遠距離スキルなんかもあるので、まあ、こんな感じで攻撃させておいて自分は近接で戦うというような戦い方もできるので、かなり、そのプレイヤーによってさまざまな戦い方ができるのかなと。で、デッドセルズ今まで、ダウンロードコンテンツも出ていて拡張性もあるので、かなりこの一つで遊び込めるんじゃないかなと。圧倒的に好評の評価は伊達じゃないなという感じはします。本日、配信なんですが、ザ・クイーン&ザ・シーという新たな、コンテンツもリリースされていて、はい、これ発売されたのが2018年の8月7日なんですが、未だにダウンロードコンテンツが出たりしているので、長く遊べるタイトルになっているので、ぜひプレイしてほしいなと思います。そして、プレイした感想なんかまたコメント欄で教えていただければなと思います。はい、このゲーム1月11日までウィークエンドディールということで 50% の1240円で購入することができるので、ぜひアクションゲームが得意な方もそうでない方も一度チャレンジしてみてください。またね、ダークソウルシリーズとかああいう 3D の高難易度のアクションとはまた違った 2D の良さを味わうことができると思います。それでは続いてこのコーナー行ってみましょう。はい、まず、Steam の無料ゲーム情報ですが、今回はまたミニオンマスターズ、まあ、時々、このコンテンツ、ダウンロードコンテンツとかがあると、無料になるんですが、今回はこのミニオンマスターズのインベーションという、ダウンロードコンテンツが 100% 無料になっています。1月14日、午前1時までになっているので、このね、ミニオンマスター自体はですね、無料でプレイすることができるので、ぜひ遊んでみてください。まあ、デッキ構築型のストラテジーゲーム、対戦型のストラテジーゲームなので、ぜひプレイしてみてください。そして外部サイトの、無料ゲームですが、はい、ガーフィールドカート、まだまだですね、セールっていうか無料で遊ぶことができます。はい、これはですね、ワンコインディで紹介しましたが、ガーフィールドという、アメコミですねが、主人公の、まあ、その登場人物が一堂に会して、行うレースゲームになってますね。はい、カジュアルに遊べて、まあ、498円なので Steam で購入しても、まあ、そんなに、高くない作品なんですが、それが今回インディー柄で無料で遊べるので、ぜひプレイしてみてください。そしてエピックゲームズからはですね、ゴッズウィルフォールというゲームですね。ゴッズウィルフォール、1月14日の深夜1時までになってます。そして、ギャラクティックシビライゼーションズ3が1月14日から来週になりますね。はい、このゴッズウィルフォールは、ディープシルバーパブリッシングの賛否両論の1月29日去年の配信のゲームですね。ハック&スラッシュローグライクアクションのタグが付けられていますが、はい、特徴はですね、新たなる神々3体、3つの新たな地獄めいた神々の領域に侵入し結露を切り開け、で、武器、アイテム、スキルを駆使しながら、戦っていくハクスラアクションゲームになってますね。はい、レビューを見ていきましょうか。日本語非対応で、まあ、64とオープンクリティック、そんなに高くないのが多分賛否両論になっていて、あ、日本人のレビューもない作品ですね。はい、まあ、ダウンロードコンテンツも出ているので拡張性はあるのかなという感じはしますが、はい、このゲームプレイされた感想もコメントしていただければ嬉しいです。はい、以上
ちょっとね、今回無料ゲーム少なめなんですが、まあ、少なめといっても、まあ、あること自体がすごいとは思うんですけれども、はい、以上になります。そして、外部サイトのお得情報なんですが、はい、ですね、プレミアムコレクションということで、1月版が来ていますね。エバーフッドとかですね、結構いいものが来ていまして、イラタスであるとか、はい、リーサルリーグブレイズとか、まあ、これも流行りましたね。アンレイルブという、まあ、線路を敷き詰める、4人ぐらいで遊べるものかな、2人だったかな、はい、マルチプレイができる、みんなでワイワイ楽しむゲームですけれども、はい、3つ選べば1270円、5つ選べば1910円、7つ選べば2550円でそれぞれ購入できて、まあ、どれもクオリティの高いインディーゲームになっているので、はい、ぜひプレイしていただければなと思います。それでね、自分クアンタムドリームだったっけ、作品買ったじゃないですか。はい、なんとスターディールでですね、それよりも安く今デトロイトビカムヒューマンが遊べるという1616円、しかも、日本でも起動できるタイプですね。はい、まあ、300円ぐらい安いのかな、自分が買った時よりも。はい、 60% オフで来ているので、はい、これは明日中ですかね、はい、終わっちゃうので。しかも限定在庫品になっているので 0% になると強制終了してしまうので、はい、スターディールにも注目してデトロイトビカムヒューマンぜひ遊んでみてください。はい、そしてハンブルチョイスですが、1月のラインナップ更新されましたね。今回、まあ、自分もやりましたが、ラストラーっていうのかな、はい、この作品であるとか、まあ、マフィアであるとか、アイアンハーベストであるとか、有名どころのゲームが結構入ってるんですよね。はい、かなり2、4、6、8、10のゲーム、これスチームで購入するだけでもはるかに、このハンブルチョイスの値段を上回る、まあ、当たり前ですけどね、毎回お得なんですけれども、今回もお得なラインナップになっていますし、まあハンブルチョイスってそれだけではなくて、この出てるゲームだけではなくて、ハンブルトローブというダウンロード専用のゲームも40ぐらい手に入れることができるので、まあ初めての方ぜひこのハンブルチョイスも登録していただければなと。まあ1ヶ月試してみて解約することもできますし、まあ継続することもできるので、はい、概要欄でリンク貼り出しておきますので、後でぜひ、まだやったことのない方思い切って、登録してみてください。ハンブルバンドル、これも生放送の時に教えていただいたんですが、自分究極の釣りシミュレーターですね、アルティメットフィッシングシミュレーター買ったんですけれども、買おうとしたんですけども、いや今バンドルで1ドルバンドルで、はい、これ来てますよ、こっちの方がお得なんじゃないですかっていうことを言われて、急遽、はい、こちらで買って有効化して手に入れたものです。で、10ドル出すとなんかダウンロードコンテンツ、いろんな多分場所でプレイすることができる、なんかハンターの釣りバージョンみたいな感じなんですよね、これ多分ゲーム的には。まだちょっとプレイしてないんですけどね、はい、こういうのも、ハンブルバンドルで安くなっているので、ぜひお買い求めください。無料ゲーム情報、そして、外部サイトのお得情報は以上です。はい、ではここから最新情報をお届けしたいと思います。1月1日から1月7日までですね。はい、まず、Steam 関連の、ニュースからですけれども、はい、Steam アワード受賞作品が決まりました。はい、この Steam アワードは、どういうものかというと、ノミネート作品からユーザー投票で決定するアワード。そして、その他のアワードでは見れない独自の部門賞を特徴とするイベントと。で、例年通り今回のノミネート作品はオータムセールの期間で選ばれた後、12月22日から実施したウィンターセールで10部門の投票を受け付けていたと。発表によると、今回はカプコンのバイオハザードビレッジが対象のゲームオブザイヤーにを受賞したということで、はい、Steam のユーザーが選ぶゲームオブザイヤーはバイオハザードビレッジでした。はい、名作の仲間入り間違いなしということで、はい、バルヘーム、まあ、自分はバルヘームを推したんですけれども、はい、ニューワールド、サイバーパンク、いろいろフォルサホライゾン5と、まあ、話題作
出ましたが、今回はバイオハザードビレッジになりましたよということですね。で、VR は、クッキングシミュレーターということで、選ばれました。そして、愛のなせる技、はい、これはですね、長くサービスを続けている、ものですけれども、今回初めてテラリアが選ばれました。テラリアはですね、まあ、もうサポートも終了してしまったんですが、ワークショップなんかをその後解説することで、まあ、ユーザーにもあとは任せようと。でもなんか、本家もダウンロードコンテンツの動きなんかもあったりとかしてですね、はい、ユーザー中心ではあるものの、まだまだ盛り上がりを見せている 2D のサンドボックス系のゲームになりますが、はい、受賞しました。まあ、その他フレンドとプレイしたいは、ゲームオブザイヤーも獲得した It Takes Two、はい、これはフレンドに、をうまく巻き込みながら受賞した作品ではありますね。で、優れたビジュアルスタイルはフォルツァホライゾン5が選ばれました。ブライトメモリーインフィニットなんかもね、入ってきて、この辺がまあスチームならではなのかなと思いました。で、最も革新的なゲームプレイ、意外だったんですけどね、インスクリプションと思いきや、ループヒーローと思いきや、はい、デスループがね、受賞したということで、はい、かなりこれは意外な感じしました。まあもちろん自分もまあプレイしたいゲームではあるんですけれどもね、はい、あれですね、ディスオナードを、開発しているこのね、アーケインスタディオの最新作ではあります。で、アーケインスタディオは実は今新作を作っていて、まだ、来てないのかな、スチームページは来てないんですが、はい、完全新作の、ゲームを作っているので、2022年のアーケインスタディオのゲームも期待ということでですね。はい、で、不思議なベストゲーム、はい、忍耐力が問われる高難易度系のゲームとしては、まあ、仁王2が選ばれていたと。はい、バトルフィールドとか、奈良家とか、まあ、そういうこうマルチ系のゲームを抑えて、受賞したという感じですかね。で、 BGM がいいのが、マーベルギャラ、ガーディアンズオブザ、ギャラクシーということで、はい、ゲームアワードの2021年ウィナーでもありますが、今回選ばれていると。まあ、鬼滅の刃、ニーヤ・レプリカント、ペルソナなんかの和芸を抑えての受賞になっております。で、優れた物語、これサイバーパンク紆余曲折ありましたが、まあ、デイズゴーン、ライフイズストレンジなんかのゲームを抑えて受賞しましたね。本当これはおめでとうです。一時期どうなるかと思いましたが、はい、プロジェクト、レッド、ウィッチャーだけじゃないぞということを、まあまあまあ証明できたんではないでしょうか。ただなんかこのデベロッパー割と傾いてるらしいんで、なんかコメントで教えていただいたのかな。はい、これから2022年大丈夫かと思いますが、まだまだサイバーパンクはサポートも続けられていますし、2022年も愛される物語、ゲームになるんではないかなと思います。そして、合間の時間にゆったり、この世界観いいな、ゆったり、してリラックスできるゲームだなに選ばれたのはファーミングシミュレーター、2022ということで、はい、これも毎年ね、新作が出続けていますが、まあ、ファンに愛されている格好になりましたね。はい、タウンスキャパーであるとかね、自分は、ダーフロマンティックというものかな、はい、圧倒的にこのパネル系のね、ゲーム選んだんですけれども、ファーミングシミュレーターが選ばれたということで、はい、まあ、この今言ったゲームはどれをプレイしても十分楽しめるんじゃないかなというゲームばかりなので、まだプレイされていない方はぜひウィッシュリストに入れておいてね、2022年プレイするゲームの選択肢の一つとして捉えていただければなと思います。はい、そして、Steam Deck 関連のニュースなんですが、実は自分の、ブログの Steam おすすめサマリー内でですね、 Steam Deck の値段、スペックは日本の販売はいつということで、まとめのね、記事を書いているんですけれども、こんな感じで、はい、動きがありました。なんと国内の商標登録されましたね、 Steam Deck。 はい、バルブは
日本でも有効な国際商標を取得したことが明らかとなりましたと。現時点でスチームデックの日本展開は発表されていませんが、商標も登録されたということで、その発表も近いのかもしれませんということで、まあ、2022年国内で大きな話題になること間違いなし、スチーム関連ではですね、これが流行るか流行らないかで積みゲーが消化できるか、そして、日本のスチームユーザーが増えるかどうかの一つのポイントになる、ゲーム機だと思います。はい、知らない方にこんな感じのね、任天堂スイッチのようなゲーム機が出るんですね。これで自分のライブラリーのゲームすべて遊ぶことができる、スチームの携帯ゲーム機みたいなものが出るんです。それがスチームデックなんですが、はい、64GB、256GB、512GB から遊べて、しかもマイクロ SD カードで保存容量アップが可能になってます。はい、十字キー、アナログスティック、ABXY ボタンで、トラックパッドがね、配置されているっていうのがポイントになってきますね。はい、このトラックパッドがこう、例えばバトロワとかそういうミリタリー系のね、アクションゲームとか、まあ、それは多分マルチで遊ぶことになると思うんですけれども、そういったものにどれだけ影響を与えるか、今までスイッチとかではやりにくかった 3D のそういうこうスピードで敵を倒すことが要求されるゲームに、このトラックパッドがどれだけのね、威力を発揮するか、競技性の FPS もこの Steam Deck でできるのかどうかっていうことがポイントになってくると思います。はい、リーズナブルな値段でですね、まあ安いタイプであれば 46,000円でできます。なんで 64GB、まあ、マイクロ SD の拡張性もあるので、とりあえずこの 46,000円で PC ゲームが持って持ち運べるというのは非常に便利なんじゃないかなと思います。これね、Steam Deck もSteam を遊ぶためのものではなくて、まあ、Windows を持ち歩いていると思えば、PC を持ち歩いていると思えば 46,000円は安い買い物なのかなと思いますし、最大の 512GB でも7万円で買えるので、はい、ノート PC を持ち歩いているみたいな感覚で購入できるんじゃないかなと。はい、4万円台でポータブル PC が手に入るとなると、かなりリーズナブルな価格になるのではないでしょうかということで、はい、部品不足でですね、発売が延期されています。海外の一番最初に、アメリカ、カナダ、欧州連合、イギリスで出荷が開始されるんですが、それもねちょっと遅れていて2月からになったんですよね。まあそれからいくと、まあ夏ぐらいなのかなという感じはしますが、まあ早ければ春3月4月ぐらいに国内版も出るのかなと思いますが、まあまだまだ気長に待ちたいと思いますので、この、2022年のトピックになりそうなスチームデック、期待したいと思います。はい、これもねちょっと意見を寄せていただければなと思いますが、はい、でここから最新ゲーム情報ですけれども、はい、一つだけでしたね。デスストランディングのディレクターズカット版ですね。はい、これが、リリースされることが明らかになりました。はい、インテルとね、なんかこの小島プロダクション、まあ、ゴゼロゲゲームズがコラボすること、コラボというか提携することによって、なんか明らか可能になったインテルの最新グラフィック技術 XESS に対応しているということで、これは機械学習により壮大なフィールドの風景の美しさを高解像度で描写するという新たな試みなんですよね。洗練したゲーミング体験、まあ後追いになるので、 PC ゲームってどうしてもこのグラフィックの良さ、 PC の性能を生かしたクオリティの高さっていうのが一つの売りになるんですが、このディレクターズカット版はそういうグラフィックの美しさを前面に押し出した、ものになるっていうことですね。はい、フォトモード、ハイフレームレート対応、ウルトラワイドモニター対応といった PC プレイヤー向けの拡張機能を実装搭載していると。で、バルブの FPS ハーフライフや CD プロジェクト、レッドのオープンワールド RPG サイバーパンク2077とのコラボレーションコンテンツも収録されているということで、まあ、これも一度プレイした人、まあ、自分デススト持ってるんですけど、まだプレイしてないんですけどね。はい、デスストをクリアした人でも楽しめるように設計されているデレクターズカット版になってます。はい、で、本作に用意された新コンテンツとしては、これまでに明かされなかったストーリーの背景が感じられる追加ミッション、徹底したハイスコアに挑戦できる訓練場、最速タイムを競えるレース場などが登場、プライベートルームでは一度戦ったボスに何度でも挑むことが可能ということで、はい、これもねなかなか面白いなと思うので、
はい、ウィッシュリストに入れておこうということですね。今入れましたと。はい、2022年まだね具体的な発売日は明らかにされてないんですが、心待ちにしたいと思います。その前にデストランディングをプレイしたいと思います。はい、最新情報そしてSteam関連の情報は以上になっております。はい、今週配信された主なゲームを見ていきたいと思います。情報少なめですが、見ていきましょう。はい、まず、ヘイブンダスト2というゲームがリリースされました。これは1月6日ですが、本作はバイオハザードシリーズなど90年代のサバイバルホラーゲームから影響を受けたスリル満点の没入型ホラーアドベンチャーゲームになっていると。はい、続編タイトルですね。探索、戦い、謎解き、情報収集、資源管理などの要素の詰まったタイトルになっているということで、はい、斜め見下ろし視点でちょっとね大きめの斜め見下ろしって感じですね。キャラクターが大きいなので遊びやすいタイトルではないでしょうか。はい、インターフェース字幕日本語あります。そしてローンチセールで今1月13日まで 10% の1368円でプレイできるので、皆さんぜひプレイしてみてください。そしてですね、これはですねローンチタイトルではないんですけども、なんか面白そうな、ストラテジー系街づくり系のゲームの、ビギニングということで、無料体験が評価が高かったのでちょっとここに入れさせていただきました。スマートファクトリータイクーンというゲームなんですが、本作はロボットを使った工場を建設し管理していくシミュレーション。高品質高耐久の製品を作るべく生産の工程を計画するほか、市場のトレンドを意識することも必要。またせっせと働くロボットたちには、充電や潤滑油などが必要であり、スキルポイントでレベルアップさせるという要素もあるということで、かなりなんか作り込まれた面白そうなゲームなんですよね。はい、ここのデベロッパーって何作ってるのかな。あー、なんか見たことあるな。アニマルレッサーっていうのかな。なるほど、なかなかマニアックなデベロッパーかもしれませんが、なんかね面白そうなゲームで、日本人の評価も上々なんですよね。はい、これから発売される本編ゲームの先行体験版ということで、はい、かなりおすすめと。まあ体験版なので遊ぶその範囲は限られてますが面白いということで、ストラテジー系街づくり系好きな方ぜひチェックしてみてください。そして7日、はい、ケムコゲーム出ました。はい、エルピシアの魔剣少女というゲームですね。はい、相変わらずのケムコクオリティ、なんか懐かしさを感じさせる RPG なんですが、はい、テンポよく進められるコマンドバトルはゲーム世界の楽しさを引き立てるドット絵描写も見どころと。あ、書き立てるですね、すいません。契約をしたペットを呼び出せたり、巨大な宝箱から大量のアイテムを入手できる賑やかなお楽しみ要素もありますよと。レベル上限はもちろん999まで設定あり、はい、このあたりがねケムコらしさ。クリア後にも一筋縄では叶わない何かがということで、なんかねこうクリア後にもお楽しみがあるということで、でこれ多分ダウンロードコンテンツ販売なんですよね。この経験値3倍ダメージ2倍スキル使用無制限というのは、これもケムコならではの売り方なんですが、はい、これが今ローンチセールしていて1月14日まで1188円で購入することができます。はい、まだちょっとレビュー集まってないんですが、懐かしい RPG 体験したい方ぜひ、選択肢の一つに入れておいてください。そしてですね、はい、ノルマンディ上陸作戦をモチーフにしたこうドイツ軍と、その他の軍、敵軍に分かれるみたいなゲーム、イージーレッドシリーズ、この2が、正式ローンチを迎えたということで、まあ、このゲーム自体は去年の11月10日から早期アクセスになってたんですが、今回まあ 1.0 が1月6日に来たということで、まあ、1月6日になってますが7日ですね、はい、日本で配信されているということですね。はい、まあ、日本語非対応なんですが、ミリタリー系の FPS されている方であれば、まあ、問題なくプレイできるんじゃないかなと思います。まあ、そんな難しい英語はね使われてないんでね、はい、ね、乗り物に乗って上からみたいなねところもありますね。はい、良いところ、グラフィックが大幅に進化した、下絵あさり
銃のアタッチメントをその場で変更できる AI がまともなレベルになった。日本軍参戦。あ、日本軍もいるんだ。はい、キーコンフィグがあるマルチプレイワークショップ対応予定ということでね。はい、前作から内容が大きく進化している。とても小規模の開発とは思えないものになったと。頑張ったんですね、だから1と2ね。1がしょぼかったのか2が良くなりすぎたのかそれは分からないですが、これは2になって評価を下げないいいパターンのゲームになってますね。ぜひ、ミリタリー系得意な方、そんなに高くないんでね、820円でプレイすることができるので、ぜひプレイしてみてください。はい、今週配信された主なゲームは以上です。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか、合併号。はい、売上トップを見ていきましょう。ウィンターセール後にはなりますが、どういうものが売れているのか。はい、モンハンライズめちゃくちゃ売れてます。1月13日にいよいよ来週発売されますね。ドキ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 。そして来月のエルデンリングも予約の段階で買われてます。9240円にもかかわらず、さすがフロムソフトウェアの新作という感じですかね。で、モンハンライズのデラックスエディション7041円も、はい、売れてます。そしてアワードも受賞したインスクリプション2050円で売れてます。自分も買いました今回ね。コメントに押されて衝動買いみたいな感じですけれども、有名どころも買っておけということでまたプレイしたいと思いますし、はい、デッドセルズも売れてますね、さすがです。で、イカルスも、引き続き売れてます。これはデイズをね、開発したところなので有名どころはやっぱり売れますよね。 It Takes Two、 Neo 2というようなスチームアワードを受賞した作品も売れています。ウィザードリーもね、2980円、懐かしさも、伴いながらですね、売れてるんですね。で、新三国無双8エンパイアーズ、これは12月23日に密かに出た、これは密かと言っていいでしょう。はい、で、ブレイブリーデフォルト2、スクエニの作品ですね、さっき紹介した、今セールされている作品も上位。そしてスチームアワードのフォルツァホライズン5、やっぱりスチームアワードを受賞した作品が結構入ってきてますよね。はい、なかなかいいラインナップですね。こうやって見ると2022年期待のゲームも売れてますし、はい、スチームアワードを受賞した作品、そしてデッドセルズのような老舗の、はい、メトロイドバニアみたいなものも売れていますし、なかなかバランスのいい売上トップになっているんではないかなと思います。こういうところからね、作品を見つけて、プレイすると間違いのない購入ができるんじゃないかなと思うので、はい、こういうところも、おすすめのゲームを探す上でおすすめです。なんかちょっと日本語変だけど、はい。で、最後になりましたが、2022年もね、新たな決意を抱いて、まあ、ちょっと新しいことにもどんどん挑戦していきたいと思いますし、なんかこう Steam の魅力が今よりももっと皆さんに伝わればいいなと。結構その全然 PC ゲームプレイしなくなったっていう人が久しぶりにこのチャンネルを訪れて、またおすすめゲームとかを探してくれたり、週刊 Steam 通信を聞いてくれるっていうパターンもなんか Twitter の DM とかで送られてきたりとかするんですよね。そういう声を聞くと本当嬉しいですし、まあ自分全然コミュニケーション取る方だと思うので、また本垢の方のね、ツイッターの DM も積極的にメッセージくだされば、それなりに返事すると思いますって言って、めっちゃ来たらどうしよう、ドキ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 ということで、またこのチャンネルのホームというところをクリックしていただくと、まあ、どういうコンテンツがあるのか、まあ、結構ね、なんか過去の動画もう2000動画以上あるので、なんか探すのがちょっと難しいっていう声もあったんですよね。なんでちょっと掘り起こしの動画なんかも、過去でなんか皆さんに2022年もおすすめできるような、なんかこう切り抜き動画みたいなのを作っていきたいなと思うので、まあなんかこうね、せっかくここまで2015年の12月から始めて、もう丸6周年を迎えるチャンネルになっているので、そう考えると長えなこのチャンネルもまだやってるんかいという感じですけれどもね、またやっていきたいと思いますので、はい、チャンネル登録、そして、コメント、高評価、いろいろね、参加していただいて、こう、皆さんとね、盛り上げていきたいなと思います。PC ゲーム好きさん集まりという感じでやってるので、ぜひ、また、これに懲りずにね、聞いていただければ、見ていただければ嬉しいです。
じゃあ、最後キーワードですね。まあ明けおめ2022にしましょうか。これが一番わかりやすいかな。明けおめ2022、はい、2022年もよろしくお願いしますって思いを込めて、はい、このキーワードを自分のプレゼント用の方のツイッターアカウントフォローしていただいてフォロー返しますので、今そのねアカウント出てると思いますが、ダイレクトメッセージの方に明けおめ2022と入力していただいた方の中から抽選で何らかのスチームゲームキーをプレゼントしたいと思います。キーの有効化方法はそのアカウントの、固定ツイート、一番最初に出ているその固定ツイートで動画付きで紹介しているので、わからない方はそちらをご覧ください。簡単です。めちゃくちゃ有効化は簡単なのでやってみてください。明日締め切り、土曜日中締め切りの日曜日配布にさせていただいております。それは変わりませんということで、どしどしご応募ください。このプレゼント企画も毎週、金曜日にやっているので、金曜日聞いていただくと最後にプレゼントがあるということを覚えておくのも一つの楽しみ方かなと思います。それではまた来週は多分金土、別動画で多分お送りすると思います。まあどんどんね、多分新着情報とか目まぐるしく出てくると思うんで、まあモンハンライズもねいよいよ配信されるので、まあそのあたりをレポートできればなと思っているので、またご期待ください。ということで、明日はお休みになりますが、まあ何らかの動画を上げるかもしれないので、かもしれないっていう感じなんですけども、また見ていただければ嬉しいです。ユーロでした。バイバイ、また来週。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。